思いっきり今まで散々使ってきて、いろんな使い方で乗せたり浮かしたり反発使ったり、使い方一緒なんですよ。反発か蹴るか、乗せてから蹴るか、まあ、使い方の違い。イメージ的にこの足幅の状態から思いっきりこいつを蹴る、ここでこの状態から蹴る、やりたいな。